そう彼はいつも同じ時間にやってくる。そう彼はいつも同じものを頼む。甘くてとろっとして体に良さげなあの琥珀色のドリンク。ベージュメン、ベージュメン。彼はガンダムと仮面ライダーをこよなく愛す。そう彼はいつも首に赤いマフラーはしてないが。そう彼は親父にしょっちゅうぶたれていたぜ。うめしめMesh man こんばん、ぷー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 です。あ、出なくなってまた。あの先週よりは回復、かなり回復してるかも。はい、ありがとうございます。ご心配おかけしました。本当にあのね、カモンさんのことは心配でですね、ナスウェブスタッフ一同がみんなであのお寺にお参りに行ったっていうね、そういうエピソードもあったんですよ。なんか水浴びたらしいですね、ベネッパさんね。そうですね。ありがとうございます。滝に打たれた人も何人 か、 あ、そうですか、やりますよみたいな。本当多分そのおかげで、はい、あの復活してきました。ありがとうございます。そんなわけでね、今まあまだあの 100% はないですね。 100% じゃないですね、のこの声聞くとね。かなり回復したカモンさんですね。はい、実はあのベネルッパさん、最近あの5月もですね、あの後半最後の方になりまして、車の税金をついに払いに行きました。あ、これ払ってねやばらやばいですよ。払いに行かなきゃ。そろそろバイクもあるんですよ俺。バイクも、あ、これ大変ですね。
まあ、バイク2500円だったと思うんですけど、はい、であのカモンさん乗ってる車結構大きいんでそうかなりあの涙が出る出費だと思うじゃないですか、はい、でも僕ベネルッパさんと一緒です一緒です本当に、この金額取られちゃうのみたいなね、もう悲しい出来事が先週の僕まだ封筒すら開けてないですよあれあれ不思議なことに封筒ってすぐ開けないんですよねあれ開けないですよねもう分かってるしギリギリまでで、ひょっとしたら安いかもしんないっていうね変なあ開けてみて、ね、ブルースさんのとこバイクも2台あるからねあー車2台とバイク2台、はい、あれでもブルースさんのとこの1台はきっとあれですよね、はい、あの安いんじゃないですかあでもブルースさんそうですよねそんな大きいね、車じゃないんで多分全部合計した金額とベネルッパの1台って言ったらベネルッパの1台の方が高いかもしれないですよ、ね、分かんないですけど安くないかな1台はでもあれでも普通エコカーの減税みたいなのかかるやつじゃないのあれああなるほどね安く安くはないだろうけど、まあねね、我々に比べたらねただあのここでいくらですかとは聞けないですけどこう皆さん知らないでしょうけどこう喋りながらね薬を飲んでるというなんかガサガサ、はい、音が入ったかもしれないですけどあの薬を飲んでるんですよ飲み忘れたって今思い出してそうでまあ今日もちょっとランキングいきたいと思いますけど、ねちょっと思い出したんですけど、うんまあ、何年か前にちょっと仲良くしてたある女性がですね、うんまあ、私はケイン小杉が好きだと、うん、であのケイン小杉の写真集を私に買いなさいと言ってきた女性がいまして、うん、で私あのケイン小杉の写真集だったらご飯3杯食えるって言い出したんで、はい、絶対だなと、うん、ケイン小杉の写真集買うからご飯3杯目の前で食えよというあそれを見ながらね向こうももう意地になって分かったみたいな買ってくれんならやってやるわっつってまだ約束が果たせてない状態でね、うん、こう未達成ということで今日はですねそんなエピソードですまだ達成してない話ですね未達成というランキングを用意してきたんで未達成はい僕今日はあのいろいろあのありまして、はいまだランキングを聞いてなかったんですよね言ってなかったですねそういえばねはい、そういうランキングでございますか今日はまあそうあとはまあ近いところで今日県外ないんではいあなるほどね近いところだとあのまあある人のブログを見たらちょっともし目の前にチャブ台があったらひっくり返すぐらい怒ったみたいな文面があったんで、うん、目の前あのチャブ台プレゼントしてやろうかなと思って誰でしょうね倒すんだろうなみたいな誰でしょうねみたいなまあね多分知らない人だと思うんですけど僕は個人的な知り合いなんであそうですかあとでガッツリほらなみたいなやってやろうかと思いますね今怒ったでしょ倒せよみたいなやりたいチャブダイあるじゃんチャブダイみたいなそ, う そ, う、そんなわけでいきたいと思いますね、第10位第10位はあれあ今日入ってない第10位はあれはい第10位は入ってる入ってますよ第10位はキャラメルコーンあのキャラメルコーンなんだ今のはいキャラメルコーンって、まあ、有名な東鳩さんの、はい、東鳩キャラメルコーンですよでまあ、キャラメルコーンが今面白いことにあの漫画家さんのデザインしたパッケージで売ってるんですよまあいろんな漫画家の有名な先生の、はい、でまあ誰かっていうと一つあの水木しげる先生のデザインのキャラメルコーンが売ってるおということで、まあ、ナナケケさんは水木先生の大ファンなんで、はい、探してるみたいなことなんかつぶやいてたんですよ、うんうん、でちょっと自分でも気になるんですよ水木しげるパッケージってどんなんだろうで、分かったもし見つかったらどこにあるか教えてあげるよっていうことだけは言っといたんですけど、はい、でまあある日ちょっと出かけた時にもしかすると水木しげるパッケージ売ってっかもしんないっつっていろいろ寄り道してたんですよ、うん帰りちょっとスーパー寄ってくかみたいな、うん、なかったんですよ、うん、でじゃあいいやっつって帰ってったんですけどその帰りもあもう一軒その通り道にスーパーがあるからこっち寄ってこうと、うん、もうそこもなかったんですよ、うん、でだんだん意地になってきたんですよ、うん、いやちょっと遠回りになるけどこっち寄ってこうと、はい、そこもなかったんですよ、はい、聞きましょう皆さん聞いてください結局
1週間経ってこう七ケケに教えてあげることができなかったっていう、もう未達成だったんですけど、うん、でしたらあの昨日ぐらいですね、七ケケの方から見つかりましたそれは未達成だね完全にね、うん、悔しいっていう、うん、しかもなんで七ケケのためにこんなことやってんだろうなとか、しまいにはあの七ケケの家とあと彼の職場知ってるんで、うん、あのこう家と職場の間のここだったらあの帰り寄りやすいだろうとか、そこまでなんか気を利かせてる自分がね、なんかだんだん悔しくなるほどね。いや確かにあの遠くのでっかいスーパーとかデパートみたいなとこ行けばあると思うんですけど、うん、やっぱ近場で見つけたいっていうので、うん、残念ながら見つからなかったんですけど、うん、あの唯一一つだけあの赤塚不二夫先生タイプは見つかったんですね。 あったんで、あやっぱりあるんだね。他のやっぱいろんな先生のやつあったんで、別の味は、うん、味がそれぞれ違うらしいんで、あの気になることはですね、なんかトリコバージョンとかやってほしいよね最近のやつ食べ物ならだけにね、トリコバージョンやってほしい。そうそうそうそんなわけで、あのキャラメルコーン、ただあの心の声でずっと水木しげる先生のデザインはもう自分でももう見てしもう見たいと、うん、自分の目でねそうで、あれ確か小豆味だと思ったんですけど、小豆味のがあるんだ。あるらしいんですね。へちょっと気になるんで、なるほどね、うん、ちょっとね、はい、ここにあるよっていう情報をね、はい、近いところでできる大丈夫です、はい、あの聞き合わせ買わなくても自分で買いに行きますので、ね、そうね、探してもね、近いところで、近いところで、はい、ある場所が見つければねあの埼玉付近で見つけましたみたいな分からないですよもうね、全国でこれ聞いてる方がいますからねそう、郵送でもいいですけどね鳥取にはどこでも売ってますよとかね言われてもねああ分かりました、あの今情報来ました、桜市にベイシアっていう多分4号沿いですね、はいはい、宮のでっかいとこですね、でっかいですね、結構あそこにあるっていうことで、ちょっと遠いですかね、七ケケさんだったらちょっと近い部分があるんですけど、うん、ちょっとベネルッパさんには、結構キャラメルコーンを買いに行く距離じゃないですねキャラメルコーンだけのためにみたいなどんだけ好きなんだよ、うん、あゴルゴバージョンもあったんですねゴルゴとなしかなかったですあしかなかった、ね、あそうか、あのじゃあもう言っちゃいますけど、あの大田原の鳥船っていうところにあの赤塚先生がます近っ、他のいろんなタイプ見つけた方はね連絡いただければ、はい、分かりました、食べてみたいということで、じゃあ次行きたいと思いますね、続きまして第9位、第9位は、あ謝罪、わ危ない危ない今日調子悪いかな、あの今8位を呼ぼうとしてる、危ないねまあ別にね、あの8位の9位も大した差はないんですけど、あそうですか、9位謝罪なんですけど、僕まだちょっと謝ってないなみたいなところがありまして、はい、まあ、数年前に会社の先輩とちょっとスナックに、まあ、うん、飲んだ飲み会、会社の飲み会の後にちょっともう少し飲んでこうぜってスナックに、うん、行きつけのスナックがあるんだって先輩が言って、うん、スナック飲みに行ったんですよ、うん、でスナックってカラオケとかあるじゃないですか、でなんか別のお客さんで、まあ、その人仮の、まあ、しんちゃんって呼ばれてるお客さんがいて、うん、一人で来て、なんか一人で来てカラオケを毎回歌って帰るっていう飲んでお客さんだったんですけど、うん、でそのカラオケを聞いてると、あの全部サザンオールスターズだったんですよ曲が。俺じゃねえよこれ皆さん僕じゃないですから、あどこ、うん、あのやってもしんちゃんって出てこないんで、カモンさんの場合はで、あでそこのママに聞くと、しんちゃんはサザンオールスターズが好きなんですよみたいな、うん、でベネルパも少し寄ってたんで、あの先輩と一緒に、よし俺たちも今日はサザンを歌うぞ、サザン祭りだみたいな感じでサザンオールスターズの曲をどんどん入れてたんですよ、うん、そしたらしんちゃんと盛り上がっちゃって、なんか、はい、あお友達になっちゃったね、楽しいなみたいな感じになっちゃってどんどんサザン歌おうぜとかいう、はい、こう楽しい感じになっちゃって、はい、そこまでは良かったんですけど、でだんだんでですね、あのしんちゃんがですね、祭りの後を入れたんですよ、はいはいはい、そこでそれがサザンじゃねえだろ酔っ払ったんで気が強くなって、はい、しんちゃんにそこまで怒鳴っちゃったんですけど、あの時僕そこまで怒鳴らなくてもよかったなって謝りたいと思ってるんですけど、それ以来しんちゃんと会わなくなったっていうね、はい、しんちゃんどこの人なんですかね、あの那須塩原市、あそうなんですか、はい、っていうところなんですけど、その店はあるんですか今も、店あります、
と行ってみますか。しばらく行ってないですね。あの僕も会社辞めちゃったんで、その先輩と行くこともなくなっちゃったんで、そこじゃあ2人で行きますか。行きますか。覚えてるかな向こうの人も ね20代の頃の話なんで。店自体は残ってるんでしょ。店はあるありますね。でも店の人が違ってるかもしれないね。あ、可能性はありますね。だからあの娘もやってたんで、娘がママになってるかもしれないですけどね。あ、なるほどね。ただ娘強いんで怖いんで行きたくないんですよ。あの一回行った時にあのお客さん同士が酔っ払っちゃって喧嘩始めた時があって、殴り合いですよ。そしたらその娘がおめえらやめろっつって、その二人をね乗しちゃったみたいなこれ以上喧嘩したらぶっ殺すぞみたいな嫌だね喧嘩はねみたいな急に言いましたよ。怖くて怖くて、そういう人いますよね。あの同じ高校で、高校のもう後輩に当たる人だったんで、初め威張ってたんですよベネルプ。まあ、なんだ後輩かよみたいな態度取ってたんだけど、それ以来敬語になりまして、はい、おとなしくなったやべこいつはやべと怒らせるか。強え強え。なんかやっぱお酒のトラブルとか慣れてですね、その人。まあもちろんそうです。その道の人なんで、うん、あこうで腕っぷしも強いですねなぜか。あ怖かったですよ。酔っ払いは謝ってちゃんと帰ってきましたけどね。すいませんでしたみたいな。つえつえというわけでね、はい、あのしんちゃん、あの知ってる私はしんちゃんだって方もね聞いてるかもしれないんで、そうですね、その時謝ろうかと。ただあのこだわる人はこだわるんで、あの、ね、サザンとあの桑田佳祐さんソロは違いますんで、はい、気持ちだけは理解してもらえれば。僕は桑田佳祐ファンですからね。そうそうそう、桑田佳祐だから全てなんですよ僕は。ああそっか、中にはサザンオールスターズのファンだっていう、いやちょっとソロはっていう人もいるかもしれない。いるかもしれないです。ああ僕はもう全て好きなんで。あだからその時あの桑田祭りだって言ってればそうそうそうよかったんだけど、うん、僕はサザン祭りだって言っちゃったんで、うん、どなることはないねいいじゃんって。なんならサザンの楽曲もほとんど桑田さんだよっていうねそういいじゃんって内容なんですけど、うん、でもなんかあえて言いたい、うん、まあ満たせということでね、謝れてないっていう。では、はい、何とか達成しましょういつかねしんちゃんに。あの時はごめんなさいって言えばね、うん、ソロはソロ、うん、じゃあね、そんなわけで次行きたいと思いますね、はい、続きまして第8位。第8位は方向性。あのこの番組の方向性がですね、そろそろあの決めなくちゃ決めなくちゃって、ね、ずっと未達成でですけど、あの最近気になるのがね、あのこの番組って本当に面白いんかどうかっていうところがね、あんまりそれはそう、うん、感想を聞きたいところがあるんですよ。それはでも追求しなくていいかもしれないなんでやっぱりね、あのお客さんが求めるものをやっていかないといけないな。そう、それは思う、うん、でお客さん求めるもんなんだっていうのをねちゃんと、うん、調べなきゃいけねえなって最近あのそう、まあね、そう、うん、聞いてて、だってこのホームページ自体がもうナスで検索したら引っかかるわけですよ。で、あ、ナスの情報だっつってのに、こうベネルッパがキャラメルコーンの話をしてるわけですよナスで検索すると当たりますか下の方です。ああそうですか。そんな上の方じゃないですけどね。あ、まあもっと目立つのがあるからね。そう、そのやっぱナスともう一つなんかワードをつけるとナスウェーブって出てきちゃう場合が、はい、あるんで。タグ結構入れ込んでるからね。そういうの狙っちゃうんだよ、ね。そうするとあ違うじゃねえかみたいな、うん、あるんで。あとこの番組もね、あの最近はあの愚痴や妬みも入ってるんで、うん、これが面白いと感じるかね。うんブルースあたりからクレームがそのうち来るかもしれないですけど、うん、方向性ということでいろいろね、はい、あの聞きたい、ね、やっぱアンケートとかもたまに取るのは必要はありますけどね。あね、これすごいですね。ターゲットをどこに、ターゲット層ね、どこにするかで違うんじゃないですか。そうなんですね。お年寄りです。お年寄りですか無理ですやっぱり一番ね、あのターゲットで一番やりやすいのって同年代ですよ。あのだからみんな同年、それぞれのパーソナリティがそれぞれの同年代をターゲットにしていけば、一番面白いと思うんですが、うん、なかなかね、でも同年代って言うとみんな結構年代近いんでね、うん、限られてきちゃうんで、まあ、こうチャットに参加してくれてる方はね楽しいですって言ってくれるんで、うん、ありがたいですね、うん。まあ、そんなわけで次行きたいと思います、ね。続きまして第7位。第7位は出版。ずっと言ってますね、出版したい、出版したいってね。これ本当に
そう言いながらやってないんで、たまに言っとかないと本当忘れちゃうような目標なんで、これは、うん、出したいんですよ自分の本をもう、うん、出しましょう。ただそう自費で出版するかどうかがね迷ってるんで、うん、どっかね原稿持ち込むことですよね。僕ら音楽家がほら昔はカセットテープを事務所に送り込んでたのと同じで、はい、原稿を送り込むっていうのがいいんじゃないですか。そういう方法もだから、あといろんな対象とか応募するとかね、うん、すればいいんですけど、出版ただね、あの長い文章が苦手でね、長すぎる文章ですね、うん、だからつってツイッターとかのような短い文章も苦手なんで、ね、めんどくさいところなんです、ね、中途半端な文が好きなんですかね。中途半端そう、ミクシーの日記ぐらいの、そうあのぐらいが、あのぐらいエッセイとか一枚いいです。いいじゃないですかね、銀色夏みたいなね。あとは評論とか大好きですね、どっかケチつけるみたいな。あれいいじゃないですか。だからベネルッパさんが本を出すときに、はい、そこに CD 付きみたいにして出したらいいんじゃないですか。あの自分が弾いたピアノの誰が弾きたいですかね。あれは難しいですから、ね、うん、あくまであれ私の場合音楽は趣味にとどめてますから、うん、気分転換みたいな感じで、うん、これ何ですか。ナナキさん写真集作りました。ナナキさん写真集作りました。あ、これはですね、あの写真集を作るサービスみたいなのあるじゃないですか。ありますあります。あれです。あれですっていうの。旅行に行ったって言ってるじゃないですか。はいはいはい、ゴールデンウィークに。あれを写真、はい、自分撮った写真を、ね、写真集にした。この間俺もね、友達の二次会 の写真集作ったんですよ。はい。それが大好評ででした。はい。はい、あのほら、なんだっけ。本って厚紙の表紙、厚紙表紙って高いじゃないですか。高いですね。厚紙表紙の写真集作ったんですよ。そしたら大好評でしてね。はい、そうそう、それだけなんですけど。それあ、写真集作りますか。はい、写真集ね。なんかナスウェブの歴史みたいなのね。出版しますか。ナスウェブ暴露本とかそのうち出します。一応ほらナスウェブヒストリーって作ってるんだけどね、去年の12月あたりで止まってるんでまたちゃんと詳しくやっていきたいんですけど、いろんな実績をやった方がいいですよ。ちょっと近々また実績が一つ増えるんで、はい、それも載せたいなと思うんですけどね。そう、ナスウェブのホームページチェックしてる人分かると思うんですよ。分かる分かる知らないでしょ。ベネルパさん何最近変わってるんですよ。あのミュージシャンのところ開いていただくと何が変わってるんですか。スペシャルサンクスリンクっていうのが増えてるんですよ。あのよかったら後でチェックしてみてください。更新履歴みたいなのもどっか載せとかないと。そうなんですけどね。RSS だっけ、はい、あの更新記録残せる、はい、ああいうのってどうやるのか分かってないですよね。勉強しないと大変です。そうなんですよね。あ、来ました。ベネちゃんの日記出版しましょうって来てるんですけど、ね、みんなあのベネルッパさんのね、あの文章とか褒めてくれる人結構いるんですけど、あの一人ぐらい僕曲作るんで作詞してくださいっていう人出てこねえかなって待ってるんですけどね。あ、なるほどね。あんまりそう自分から言うとあのしょうがねえから作ってやるかみたいになるんで、誰かこれ多分キミッチョ聞いてるからやってくれるかもしれないですね。キミッチョはやらないタイプです。分かってます。キミッチョね、でもね、あのお父さんのね、なんだっけあれ一曲作ってるんですよね。あ、それはもう親の頼みだからしょうがないですね。あ、そっか、はい、でも多分もうすぐキミチも入ってくると思うんですけど、はい、多分やってくれますよ。もうすぐ入ってくるってあ、だから、はい、あのあ、そうそう、派遣よロックンロールそうそう、はい、さすが。ただあのキミチは自分の歌わないって言ってましたよね、確かなんかだよね、うん、派遣業ロックンロールとーってきてるんでね、もう実は2曲あるのして、派遣切りロックンロールってあるんだ。ちょっとね切ない歌だった。切ない歌だ。そうじゃ、これいいじゃないですか。このままベネルッパさんの曲にして。だからその君っちょはそれを派遣切りではないけどね。その発表した当時に、うん、あのキャンドルナイトのリハーサルかなんかでやってたんですよ。君っちょはその当時ちょっと二郎さんかな、多分どっかで二郎さんと一緒にいて、うん、キャンドルナイトじゃないかもしれないですけど、派遣切りロックンロールみたいなところ、派遣業ロックンロール、はい、したんですけど、僕はその派遣を切られる側のベネルッパと派遣を切る側の二郎さんがいたところはね、ちょっと空気がね、土曜当時ね二郎さんでも派遣切るとこまでの権利あるんだ。あるっちゃ、あのまああるのか。あ、二郎さんあるんじゃないですか、ね、ありそうですね。切る権利っていうか、うん、その上司に言うことはできるんですよ。切る権利のある人に。できる立場、ね、ちょっとあいつはちょっとやめといた方がいいですよって言える立場なんで。結構二郎さん会社では厳しそうだもんね。そう、二郎さん雲の上の人なんですよ、会社行ったらすぐ。そうですね。
すごい人なんですよね。ちょっと二郎さんってもう当然のことく喋ってますけど、あの、うん、うなぎ弁当とかあの そういう曲をやってる、あの仕事しながら曲をやってる、ミュージシャンの方ですのでね、うん、まあそんなわけでね、次行きたいと思いますね、はい、続きまして第6位、第6位はとんかつ。あのとんかつ無性にとんかつじゃん、とんかつです。ああそうです、とんかつって聞こえた、とんかつです。とんかつも確かに満たしてる、とんかつはさ婚姻の方が、婚活は達成してやってるかもしれない、やってるかもしれないけど、はい、婚姻の方がね満たす、ね、満たすですね、あのホームページが募集してるんですけどね、誰も来たら面白いんですけど、ぜひとんかつ皆さんメールを、はい、ね、お送りください、あのとんかつといえばあの、はい、豚のカツですけど、はい、あの揚げたてサクサクのとんかつが無性に食べたいんですよ、はい、もうとんかつ定食みたいなの、うん、でとんかつ屋に行くんですけど、うん、食わないんですよ結局、あのカツ丼の誘惑に負けんですよ。ああなるほどね、カツ丼の方が好きなんですよ、好きのその度合いでいくと、もしくはカツ丼がなくてもとんかつ屋さんあのカツを卵で閉じたものがあるんで、あそっうわ絶対こっち今これ食わねえと後悔するわみたいな、こうやってとんかつを食わないです、あのキャベツが乗ってソースかけるとんかつですよ、うん、なのでなかなかとんかつを食えずに今満たせているんですけど、本当に純粋にとんかつだけ売ってるその美味しいとんかつ屋さん知ってたら教えてもらいたいんですけど、 あそこいいですか、どこですか、とんくんって僕大好きなお店なんですけど、はい、知ってます、あ分かんないです、大田原ですよ、大田原大光の近くにあります、大光の近くのとんかつ屋、ほんとね、あ牛角ってあるじゃないですか、牛角、あ、はい、はい、どんだけ宣伝だって感じですけど牛角のとこに押しボタンかなんかの信号あるんですけど、はい、それ渡ると渡ったところに看板が白くトンくんって書いてあるんですよ、はい、その奥に行くとね蔵を改造したようなとんかつ屋さんがあるんですけど、はい、そこは僕おすすめです、あそこカツ丼はないんですか、カツ丼なかったと思いますね、ミックスカツとかロースカツとかヒレカツしかないと思うんで、そこのでもロースカツ端で切れるんですよ、うわでもそのぐらいのレベルだとお高いんじゃないですか、いやほんとねロースカツ定食で1050円ぐらいだったかな、マジですか、はい、ちょっと友達になってこようかな、はい、あの僕の社長の、はい、僕の社長のってこんな話してもしょうがないですけど僕の社長の同級生なんですよ友達になっといた方がいいかもあのあじゃあ今度行こう、行きましょうか、飯食い行こう、何の話だっていう、やりましょう、この真面目にナスウェブ会議やりましょう、やりましょう、今までちょっと会議が少なすぎたんで、ねこうみんなで協力して何か作っていく企画を一個やりましょ う、ね、はい、みんなで本当詳細な打ち合わせみたいな、ね、一人一人こう担当を決めてみたいなやりましょう、段取り決めてる、はい、じゃあトンくんでだけのためにとんかつ食いや食いたいんですよ、トンカ、はい、まあそんなわけで次行きたいですけどね、はい、続きまして第5位、第5位は割引券、うん、まあ、割引券って言いますか、まああのまあ、割引券を使ってないから満たせっていうところなんですけど、まあ、一つはですね僕はあの銀だこ、はいはい、なんかさっき言ってますよね、先日銀だこ行ったら、はい、ちょっとなんかキャンペーン中かなんかでくじが引けます、はいはい、いや引いたらなんか一等賞ですと、うん、3等までって一等賞結構な確率で当たるんですよ、一等賞、はいはい、その一等賞があの無料券たこ焼き、はい、これ当たっちゃったけどどうしようかなっていうであのブルースさんがごちそうさまですとか言ってますけど、あの上げてもいいんですけど、あの6月15日までなんですよこれ、うん、期間がで店舗限定なんですよ、その店舗しか使えない、そうそう、そこしか使えないと、でもう6月の中旬ぐらいまでしか使えませんよっていう無料券があるんですけど、うん、もう別に上げても構いません、元は無料なんで、うん、これ上げたところで行くかなっていう、どうですけど、あのブルースさんの家から結構な距離あります、あのあるねあそこだとね、僕はあの普通に行けますけど、あのナナケケさんとかもあちょっとたこ焼き食いてえなっつって行けるような、なんか連れてけみてえな、うん、あのありますけどね、うん、あのブルースさんの家から結構な距離なんでね、考えてるんですよね、あの下手したら高速使うんじゃねえかっていう距離なんですけど、あのあともう一つ割引券が、あのうちの父親がですね、あのちょっと株の方やってまして、はい、株主優待券っていうのをちょっともらいまして、はいはいはい、これ割引券になる
やつなんですよ、うん、どっかね、どこなんですか、どっかの食堂、まあ店名、店名は言えませんけど、あ店なんだ、で、まあ、どっかのチェーン店なんですけど、ちょっと調べたんですよ、うん、これうちから一番近いところって、あの、まあ、うち大田原市ですね、栃木県の、うん、一番近いところが栃木県の小山市いやそうなんだよね、確かに、ね、どうするみたいな俺も株持ってるけどあれどうなんだろう、何も来たことないな、あだから配当とかあるとこあるんですね多分、うん、配当はね、はい、どうでも俺1株しか持ってないからどうせあの配当何百円とかがつくときあるんだけどあれ何もそうだな、でもなんかね、はい、最初あの株を買うか、あ株にするか、はい、買い取りにするかっていうのを選択して、 あのある僕がね使ってる会社が上場かなんかした時に株になったんですよ、はい、でその時にあの1株とか2株とか その配布があって、はい、でどうせか面白いからちょっと持ってってみようかなと思って株にしたんですけど、はい、一応配当がなんかあるんですけど、はい、1株しかないとなかなか来ないですね来ないですね、そうあの何百円という現金で下手したら何十円とかね、あの可能性あるんですよ、そういうのでもね株価自体は上がってるので、そうじゃあだから売ればその時よりは高く今売れるんですよあじゃあ持ってても大丈夫、持っててもいいかなって思いますね、まあ、こう、ね、なので小山までちょっと食いに行くけど、しかも500円の割引券ですよ500円ですよ、500円500円割引、小山行く機会がないもんな小山市っていう栃木県の南の方、ね、なんで市って言えば大島正弘さんっていうあの佐野の方で活動してる人がいるんで、そのついでみたいなところがあるんですけど、なかなか逆に小山の人もこっち来る機会がないんでね、うん、難しいところにあるんですよ、うん、みんな宇都宮止まりなんですよ大体、栃木県の不思議なところは、うんそんなわけでね、まあ、割引券というお話でしたが、次、ここでですねちょっと1曲いきたいと思いますね、はい、ザ・フルーツバイキングであなたに愛を、仕業があったんですけど、皆さんこれちょっと遠くて見えないかもしれないですけれどもね、ナスウェーブって書いてありますね。どうもありがとうございます。はい、いや本当にこうアンコール取りで最後にやる曲としては、いつもだと今さっきやった幸せな気持ちっていう曲をやるんですけどね、いつもでこう盛り上がって終わるんですけど、でさっきの曲で私曲の何て言うんでしょう、感想の部分でラー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 って歌ったんですけど、本当はそこを今日はカズーという楽器を使って挑戦してみようと思って、楽器屋さんを探して白川まで行ってね、在庫1個しかないっていうのを押さえておいてもらって買ってきたのはいいんですけど、これがなんか難しくてですね、翔太郎さんが茨城で買ってきてくれた数は300円ぐらいのプラスチックのやつだったんですね。それは簡単に音が出るんですけど、うーっていうちょっと汚い系の音だったんですよ。でそれはおもちゃだっていうことで、もう一回今度楽器屋さんで600いくらっていうのが本物のやつで、買ってアメリカの潜水艦型っていう金色のやつだったんですけど、それを昨日練習の時にやってみたら、いや音が出なくて、あこれはもうボツですっていうことで、今日はラララで歌わせていただきました。でそのカズーは今加藤さんにちょっと託してあるんで、ライブで使っていただければはい、ぜひ使ってみてほしいと思いますね。それで最後に今日お集まりいただいた皆さん、それから鳥東からね、お店の方々にも感謝の気持ちを込めて新曲を、結構これ
なんていうんですか、チャレンジャーなんですけど、翔太郎さんと合わせたのは2回だけで、今日が、まあ、初めてお披露目となるわけですが、まだまだ発展途上な曲なんです。でちょっと簡単に言うと、実は去年の震災の後に作り始めたんですが、途中で止めてしまっていたのを今年なんとかこう作り上げた曲なんですね。こうなんて言うんでしょう、被災地の人たちの生活を思いながらそれを書いているような、それでいてよく節電でね、なんだっけ、輪番停電とかありましたでしょ。でキャンドルでこう、ね、火を焚いたりとかっていう時の、その被災地を思うこちら側の人たちの生活というか、なんかそういうリンクさせた曲になってるんですけど、ちょっとね、詩的にもまだ発展途上かななんて思いながらも、今日はちょっと聴いてみてもらいたいと思います。ありがとうございます。温かい拍手を。それではお送りします、あなたに愛を。
フルーツ大好きでした。どうもありがとうございました。フルーツバイキングであなたに愛をということでですね、まあ、今回はこのライブで初めて披露した曲です、ね、そうですね、まだ未完成ということで ね、はい、ね、もしかしたら次回になったら別の、ね、アレンジになってたり、そうですね、歌詞も変わってるかもしれないですけどね、はい、ね、まあ一つはですね、以前茨城まで行ってですね翔太郎さんに渡した T シャツをですねここで披露してくれたという、はい、七ケケ様行きましたねあれね、はい、七ケケ様あんまり面識ないんですけど無理やりついていかせ面白かったねあれでもね、なんでみたいな感じだったんですけど途中でアイス食ったんだっけあれアイスなんか甘いもの食ったりとかしたよね、なんか食いましたよ ね、 ねコンビニ寄ってね面白かったね、なんで本当言ったら翔太郎さんが手土産渡して、そう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 、なんかいなくなったと思ったらね、買ってきてねすぐ都内で買ってきたとかです、本当にそしたらやっぱり翔太郎さんそこら辺ギリがたいとこあってね、ちゃんと来てくれたっていう ね、 ね、本当嬉しかったですけどね、 ね、いや七劇さんこちらこそすいませんでした ね、 ね、本当ありがとうございました付き合わせちゃって、はい、いや初め僕七劇さんはじゃ先に帰るって予定だったんですけど付き合わせちゃって行こうよっつって、まあいつもですとね、僕はこの実はフルーツバイキングは翔太郎さんのことばっかりピックアップしてるんで、今日たまにはちょっと千秋さんのことちらっと話そうかなと思いますけど、はい、ボーカルの方をやってる千秋さんですね、はい、あんまり僕はあんまり会話とかもそんなね共通の話題もなかったんで、挨拶程度しかしてなかったんですけど、なのでどんな人かなっていまだにね3周年も経ってんのに思ってたんですけど千秋さんはとても優しい人ですと、うん、なぜなら、ベネルッパにオムライスを分けてくれたそうだね打ち上げの時ね、ほんのねあまり一番あの中で一番辛みの少ないベネルッパに対してオムライス食べますかっていうあんな、ね、気配りのできる人 ね、はい、やっぱ曲にも現れてると思いますんでね、はい、ますます私はフルーツバイキングを応援しようかな他の人とねこうちょっと差をつけたね、うん、こうありますんで、この番組だけあからさまにですね、ベネルッパのことをね応援してくれるっていうかね優しくしてくれる人は差つけてますからね感じてますよ感じてる、はい、中にはねそれが嬉しいっつってね、なんなら先週は君中でしたからねブログにベネルッパって書くだけっていう単純な作業ですから、皆さんやってくれば、はい、ほんと簡単ですから、ね、はい大丈夫ですよね、うん、七曲さんも1曲出すときはねお願いします ね、 そうですね、じゃあ、今日はですね、未達成というランキングをやってますんで、ランキング戻りたいと思います、第4位、第4位はホームページ、以前、はい、うちの親がホームページを開設してるって話をしたんですけど、はいはい、すごい昔に、である日パッと思い出して、そういえばうちの親はホームページやってるなと、うん、思ってで、まあ、見たんですけど、はい、ちゃんといまだにちゃんと更新していますね。お素晴らしい。で親にはなんか感想を言ってくれって言ってるんですけど、いまだに言ってないっていうね未達成なことだったんですけど、うん、そのホームページが、まあ、内容が、うん、まあ、栃木県にある、まあ、温泉が好きなんで親が、うん、行った温泉をいろいろ記録をして感想を書くっていう、うん、それだけのホームページなんですけど、うん、で一応見た目を通したんですよ一通り、そしたら、うん、ここの温泉は、まあ、良かったって書いてあって最後に自分の意見をちらっとここがこうならば みたいなこと書いてるんですよ、うん、こういうことがあって不愉快だったみたいな、うん、その なんですか愚痴とか怒りみたいな、うん、ところがその怒りのポイントがベネルッパと一緒なんですよ血は争えないですね、はい、親なんだとか思ったけど確かにムカつくんだよそれとかで他の人に話すと いやそんな気にしねえなってこ内容なんですけ ど、 なるほど、ね、あ一緒なのかな、それが悔しくて逆にだよ、今度ナスウェブでリンクしましょうリンクどうすかなってデザイン的にダサいというか本当にホームページのタグってあるじゃないですか、うん、HTML っていう言語が言語じゃ、まあ、言語でいいですか、はい、あるんですけど、あれを覚えたての頃の人が作るような、うん、本当にそういうなんかセミナーみたいな講習会っていうか勉強会参加したんですよ、うん、はい、親が。
でそれのけやっぱりやっぱ結果をっていうか、せっかく覚えたんだからやりたいっつって、うん、いろんなタグを調べて、うん、コツコツやったホームページなんで、その昔ながらインターネットって言葉が世に出てきた頃のホームページです。あうちのはどうなんですか、あれ結構いい方なんですかね。うわいい方ですね。今はこういう、こういうレイアウトが、ね、はい、もっとなんですか、ギチギチなっていうか、はい、ほんでこれブログでやりゃいいじゃんっていうのをいちいち日記みたいな感じホームページに、ね、テーブルみたいな感じで作って更新して、ね、はい、更新してるんで、はい、あんま人見せるとね恥ずかしいページでも俺昔ネットラジオやってる人のあのページ行ったらすごいもう手書きのさ、そうなんていうんですか、変なね、ペンで書くのあるじゃないですか、はい、パソコンに、はい、あれで書いたページにそこに部分部分リンクされてるだけっていう、はい、すごいサイト見たことありますよね。いろいろありますけどね、はい、とりあえず作ったっつってね、後で直そうと思ってるとか、うん、言ったら最初のままだったとかねそういうのもありますんでね、やってあげてください、やったなんか七毛毛さんがなんか言いかけてるのは気になりますが、はい、次行きたいと思いますね、はい、続きまして第3位第3位は2人前。ずっと母親に言ってるんですけど、例えば日曜日とかに母親もやっぱ仕事休みなんで、はい、やっぱお昼とかを用意してくれるんですけど、はい、いつも2人前なんですよ、はい、なんか1人前じゃ少ないと思ったから多めに作ったみたいなこと言って、うん、で通りで痩せねえなってずっと思ってたんで、もうずっと言ってるんですよ、いや2人前はいいからと、うん、1人前だけでいいよと言って、その次の週ぐらい覚えてるんですけど、なんか 2,3 週経つとまた2人前になってるんですよ前言ったでしょとか、うん、あれいつになったら覚えてくれるのかなっていうね、母親に通じないところがこうね、まだ未達成ということで、ね、それはねうちもそうなんですようちの母親給食センターでね、はい、給食作ってるタイプなんで、はい、タイプっていうか仕事なんで、はい、1人前ができないんですよ。ああ大人数が作れない。とりあえず鍋があったら鍋で作れるだけ作るんですよあなるほど、すごいんですよ僕はカレーライスだけは OK なんですけど、それ、はい、だけどそれ以外はそんなに作らなくていいんじゃないかな、がっつり作っちゃってそうそう、残りちょっとだからって言うんだけど、ちょっとじゃないんでね、もう一食いけるよっていうようなこんなだったら朝思いっきり作って3食それとかねいけるぐらいに、まあ、昼はねあれだけどね昔ベネルッパさんと作る予定のホームページ、パスタだったかな、あれは URL なんだったっけなっていうことで、まあ、個人的な連絡事項後で連絡しますパスタのページなんですかそれ、 パスタっていう、 名前のページですか、略してパスタなんですよ。あ、なるほどね、なんか忘れちゃった、 A がアートだったような、 T がテクニックだったっけな、そういうかっこいい名前なんですけど、あ、なるほどね、ホームページは汚いですよあ、一応作ったんだ作って公開されてるの、公開されて放置しっぱなしです。もう7ヶ月と知り合った頃ですから、あ、なるほどね、20代の頃なんですよ自分が、まだそのまま未だに残ってますよそれ、放置しっぱなしなんで、当時のやっぱり当時の人間関係なんで、昔仲良くしてた人の名前とか載ってるんで、うん、今だ、ね、俺のページどうなってるだろう、何のページですか、個人的にねヘタロネ部屋っていう名前のページを作ってた時代があるんですよ、はい、そのね、HTML とかもまだうる覚えの時代に、はい、あれ写真だけ貼っててひどかったなパソコン変えた時にお気に入り登録してないんで忘れちゃうっていうのがいくつかあるんですよ、ね、うん、そうそうそう、まあ、本当に昔やった日記サイトっていうのがどこ行ったか、更新はねほらページ落としてきちゃえば、はい、またそのパソコンで更新できるじゃないですかだけどそのね情報がないと分かんなくなるんですよねそう、自分の日記とかも分かんなくなって、うん、どこ行っちゃったんだろうなと思って、うん、90年代の日記があるんですよ、どっか残ってるかもしれない、うん、消えたかもしれないですけど、ね、消えるんかなああいうのって、やっぱそこ のサイトの運営者の判断だと思います、ね、そっか、もう何年も更新されてないしみたいなね、でメールとか送ってると思うんですよ、こう更新されてないんで消しますよみたいな、うん、でもメールアドレスも変わってたりして、うん、返事してなくて消えてるとかね、また訪れてる人もいなければねなくなってくもんね、残ってるはずですページはね、うん、じゃあ、次行きたいと思いますね、はい、続きまして第2位第2位は餃子。ラーメンとか食いに行って、今日餃子も食いてえなっていう日があるんですけど、で
一緒に行った友達とかが、うん、いや俺は餃子いいや、うん、って言い出して、うん、その時って、まあ、基本的にあじゃあ俺もいいやって我慢するんですけど、うん、あのどうしても餃子が食いたい日があって、うん、やっぱ餃子を頼むわけですよ、うん、そうすると一緒にいる友達がこう欲しそうな顔する、うん、これあげなきゃいけねえなみたいな空気ですね。あ、まあ、まあげちゃうんですよ結果的に、うん、いい人なんで、うん、こう気が弱いんで一個食べないよみたいな、あれあげねえで全部食うっていうね、まだ達成してないっていう話なんですけど、わかりますかね、これけ、はい、まあ、ケチな部分があるんですけど、俺はこれ自分の金だから自分で餃子を食いてんだと、うん、あとあるのがイタリアンのお店行って、まあ、トリトッカとかまあ、ね、行った時に、うん、あのピザを食った時に周りがみんななんかパスタを食ってる、うん、こうピザ美味しそうな目で見るんですよ、あ揚げたくねえんですよ、ピザはなんかみんなで食べるようなところもあるからね、自分はどうしてもピザが食いてえと、うん、一枚丸々食うんだとそう、そのつもりで言ったらもう欲しそうな目で遠回しなんかピザも美味しそうだねみたいな遠回しにえじゃああげるみたいな言いたくないんですけど、うん、なんかケチなやつだって思われたくないんで、心の中ではあげたくないんですよ、わかりますかねこの気持ち、これ聞いてる人はね皆さん言わないでくださいねベネルッパさんにはねだからあのベネルッパさんが餃子食いたいなって言った時は合わせてよじゃあ俺もみたいな、もしくは、うん、あのいやちょっとお金がないんでみたいな時はじゃあ2人で餃子割り勘しませんかみたいな話だったら OK なんですよ、うん、いや僕はいりませんって最初に言ってんのに、うん、欲しそうな餃子美味しそうだなみたいな言う、うん、言うなよっていうことで、うん、まあ、逆に、ね、あのブルースのあたり言いそうですけど、うん、餃子美味しそうだなとね、はい、分かんないかなこの気持ちなんですよあの、うん、分かる分かるが欲しかったんですけどねチャットの逆にあげちゃうタイプだからな最初からあ私はあげる方でしょ、うん、あのそう唐揚げ定食頼んで唐揚げをあげるというのはっていうこれ七毛さんのね言わせたいことが分かるんですよこれ、うん、昔友達と一緒に行って唐揚げ定食を頼んだ友達が唐揚げいらねえからあげるよっつったエピソードがあるんですけど、うん、多分これを言わせたいと思うお前何を頼んだなんで唐揚げ定食頼んだんだってやつが言うんですけどね、いますかねなんかハンバーグ定食頼んでハンバーグ残すやつとか なんだろうね、そんなわけでね、次行きたいと思いますが、第1位第1位は予告ということで、ね、まあ、今回今未達成なんですけど今後達成してきますよと確実に達成しますよって話をね一つして今日はねここで締めようかと思いますが、はい、でナスウェーブの方でもですねお世話になっております、情報誌ラッキーさんですね、はい、もう今週も6月入りますん です、ね、もう6月号が発売じゃないです配布無料で配布してますんでね、どんどんいろんなお店に置かれるかと思います、はい、そこの6月号にですねまた来週、以降にですね詳しくお話ししますが、ベネルッパさんがついにねそこに乗るという、はい、ことですのでね皆さんもう6月になったらですね、はい、もうその配布してるところですね、はい、楽しみですね、バンバン行ってくださいということで、はい、実はですねその撮影の様子をですね私あのうちのスタッフ、はい、優秀なスタッフを連れてですね一緒に連れて、はい、その時の様子を、撮ってありますんでね映像に、はい、だからその映像を、流そうかと思ってね、特別番組みたいな形で、ちょっと、はい、ラッキーさんと問い合わせをあの調整したところ、6月 18日の月曜日ですね、はい、ベネルッパの中でその時の様子を動画で流そうかなと、はいはい、その時の時間のおいいですね、ただあの放送自体は通常放送 で、あのその中にワンコーナーみたいな感じ、ね、ワンコーナーっていうかもう1時間丸々使おうかなと、ああなるほどいいじゃないですか、まあカモン雄三さんはいつも通りです、はい、でその動画流してコメントしていくような特別番組をやろうかなということで、見ながら喋っていくのね、見ながらっていうかその流してその補足説明みたいな、ああベネルッパさんが補足説明っていうやろうかなっていう、ああいいですね面白いですね、そういう番組を、はい、だからいつものランキング形式ではないかなと、そうですね、うん、特番です、でも1時間です、はい、いいじゃないですか特番ですよ1時間の、6月18日ということで、はい、あのラッキー情報誌にも多分その日付は載ると思います、おお素晴らしい、はい、そこまで調整してますんで、はい、やばいやばいと思ってね、あの編集こう使うところもやらなくちゃと、はい、思ってね、
6月18日はリアルでアクセスできないかもということでね、はい、あの用事ある人再放送もいろいろ大丈夫ですので、はい、あとね残った時間はあのもし余った時間があったらブルースさんの悪口を入れとこうかな思いますので、ね、俺そこ無言になる確認しなくちゃ、ね、そんなわけでまあ時間の方が迫ってきたんで今週のランキングはですねこの未達成というランキングでしたね、はい、じゃ あ, あの懺悔のコーナーお願いします。懺悔のコーナー、懺悔のコーナーの時間がやってまいりました。こちらのコーナーはですねベネルッパの1週間の行動を振り返って反省するというコーナーになっております。ベネルッパが懺悔をして許してくれる場合はこちらの音が鳴ります、はい、許さないという場合はこちらの音が鳴ります、はい、ブーが鳴った場合はですね、皆さんの画面に映っておりますナスウェブグッズに囲まれたパンダの貯金箱に100円を入れるという画期的なコーナーとなっております。今日バッチリやったね、はいいいですね、そのわけでね今週の懺悔なんですけど私まあ今日はですね、うん、朝8時にちょっと外出しまして、はい、その外出するときに、まあまだうちの親がね両親とも家にいたんですけど、玄関に置いてある傘をですね全部あの庭の まあ、うちの裏の方にですね全部隠してから外出してったというね意味はわからないはい、あの今日雨が強かった時間が、はい、まあ、100円入れましたけどおあってね狙い通りだぜと狙い通りだぜじゃねえ傘がなくて困ってるぜみたいなうちの両親はこんな今日は氷が降ってたのに傘もさすごいでかいのが降ったでしょ、あの中傘をささずに外出したぜつってワイルドだろとかすずちゃんがもう先に書かれてたね途中からあれなんかスギちゃん靴ションになってるなと思って自分で思ったのね今ねそう、そうなんですよ、はい、確認しなくて、いやしょうがないじゃないですかやりたかったんですからなんかすごい雨でしたよね今日わかんないですか、ね、昼にすごい雨だったんだけどでもねクロスはそうでもなかったんですよ、はい、大田原の方がひどかったんですよ。あそう大田原ですから、ね、ひょうが降ってましたね。もうひょうなんかすごいあれ那須の方ではねゴルフだゴルフ台の氷が降った話した人いたんだよね。だから怖いなと車とか大丈夫かなと思って。ブルーさんのとこどうだったんだろうね。那須の方ででかいの降ったって言ってた人いたんだけど。なかったのかな。道真っ白だよって怒りながら言うんだよそのおばちゃんが。知らないよと思ってね。うちは雨だよってことで。なんだろうな山の方って言ってたんだけど塩原の方だったのかな。ブルーさんは雨だったらしいですね。ね。サマーガーデンさんはあの関東栃木じゃないんで分かんないと思うんですけど、そう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 、すごい今日は雨氷が降るぐらいの雨だった、うん、雨まあだから塊白い塊が降ってきてたんですよ、うん、今日はうちの方は、うん、びっくりするもう誰かに伝えたいぐらい、はい、そこはあの家から庭に移動するだけでもずぶ濡れになるぐらいそうですね、まあそんなわけで時間の方がやってまいりましたのでね、はい、今週もね、そろそろ終わりにしたいと思いますが、はい、明日のこの時間はねあの今週はやるやりますよもちろん、はい、カモンユーゾーの優しい独り言ですね、はいはい、テーマは何でしょうかね。ミーハーでミーハーでお願いします。ミーハーで、はいはい、皆さんもね、はい、ミーハー的な部分をぜひメールでお送りください、はい、僕明日いっぱい喋ります、早速ねあのサマーガーデンさんも急いで今から番組終わったらメール作ってくださって、はい、もういつ送っても、ね、あのミーハーぶりを皆さんぜひ教えてください。もうあまりにもミーハーすぎて今すぐ送っても構いませんね。はい、ね、はいはい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ということでね、今週も、ありがとうございました。以上ベベベベベネルッパでした。じゃあまたね。シャイなパンダ、ベネルッパ。シャイなパンダ、それが僕なんだ。白と黒の間には今の気持ちがあるみたい。だけど僕は口下手だから言えない。
けても涼しい顔で笑ってる、それが僕だよ。シャイなパンダで寝るパシャイなパンダ、それが僕なんだ。辛い時にも子供らにアタックを受けても涼しい顔で笑ってる、それが僕だよ。白と黒の間には僕の気持ちがあるみたい。大切な君に伝えたいのに Shine upon me.